はい、こんにちは、みちみちです。本日はカウンター付け掲示の結果ですね。結果ね、設置して2日経ったのかな。昨日の朝6時にね、カウンターをリセットしましたんで、まるまる24時間経ちましたよ。それで何周行ったか見てみましょうか。その前に色材がね、これ外に落ちてるんですけど、ほじほじやった時にね、この金網のとこからこぼれてるみたいですね、これね。まあ、これがいいのか悪いのか分かりませんけどね。通気性はいいですよね、通気性は。けど、汚れますよね、周りはね。まあ、一長一短と言いますかね、いいとこもあれば、悪いとこもありますよね。はい、それでは結果を見ていきましょう。果たして何回回ったかな？はい。6665回。あ、6666回ですね。ちょっと紙に書いて計算しますけど、6700にしましょう。6700。6700×42 センチなんでね。いくつになります？28万1400センチですね。28万1400センチってことは、メートルに直すということはですね、100を割るんで、2814メートルになりますよね。ということは、2.8キロ。約2.8キロ。まあ、3キロですね。一晩で3キロ走った計算になるんでしょうかね。間違ってたらすいません。我が家の環境では約3キロですね。またこれね、下に移動するとかね、そういうのもありますんでね、もうちょっと行くかもしれませんよね。4キロとかね。うちのこのハムちゃんは約3キロ一晩で走るみたいですね。どうでしょうかね、この結果はね。まあ、環境によってはね、1日10キロ走るハムスターもいるかもしれませんよね。まあ、あながちね、ネットに書いてあることは、嘘ではなかったということですね。はい、といったわけでね、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さようなら、さようなら、さようなら。